どうも皆さんこんにちは、るちゃんです。ルンタンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、発音の2をやっていこうと思います。そうですね、もし1はまだ見てない方、上のこちらを押してください。ではこれからちょっと分かりやすくするために中国語をちょっとさせていただきたいと思います。はい、今天呢要跟大家说的是中国话刚才刚才那今天要跟大家介绍四个，就是日本人在讲话的时候也会换成另外一种讲话的方式。第一个是 Lewa 跟 Leba， 他们会变成 Lea。 Lewa 跟 Leba 他们会变成 Lea。 我知道这样讲大家可能都听不太懂，所以那我就造一句例句给大家听。それはないよね，それはないよね，他会变成そりゃないよね，そりゃないよね。对，他们会把那个 leva 变成 lia， 就是刚才文章也有讲到，他们会有这个很细微的变化。那第二个呢是 teva 会变成 cha，teva 会变成 cha，teva 会变成 cha， 那 deva 会变成 cha。我觉得其实这个大家应该是常会在动漫啊，或者是一些日本人讲话综艺节目听到。那我现在造句例句给大家听，ne deva dame， ne deva dame， 它会变成ne cha dame， ne cha dame。对，他会把那个 TY 变成加，大家有没有觉得这个很常听到？那把日本的日本語のアニメ結構加を使うよね。そう、寝ちゃダメとかよく言うね。そうそう、私最初全然その加の意味が分からなかった。あ、そうだ。そうそう、なんか女の子が可愛ぶってるで使ってるかなと思ったから。確かにね。そうそうそう、実際に、実際には日本人が喋ってる感じが変わるのが、した時めっちゃびっくりしました。第三个是ければ会变成キャ。ければ会变成キャ，对キャ。那我现在造一个句子给大家听。勉強しなければ試験落ちるよ。勉強しなければ試験落ちるよ。会变成勉強しなきゃ落ちるよ。勉強しなきゃ落ちるよ。そうそうそう。あ、ちなみにそのキャなんだけど、その女の子がその時に中国語、そう中国語はあーって言ってるんだけど、日本語はキャなの。こんな感じ。そう。キャー。そうそうそう。漫画多分よく出ると思うから。よく出るね。第四个、最后一个是てしまう、跟てしまう、他们会变成ちゃう、じゃう。てしまう、跟てしまう、他们会变成ちゃう、じゃう。那我造一个例句给大家听。例句是鍵がなくなってしまった。鍵がなくなってしまった。它会变成鍵がなくなっちゃった。鍵がなくなっちゃった。多分これもアニメでよく出ると思うので、なんかちょっとドジっ子が使うような感じだよね。そうそう、なくなっちゃったみたいな。そうそんな感じ。上手すぎ。好，那相信就是大家刚才听我们那样讲，其实也都有很多疑问的地方。那我们多造几个句子，大家可以造造看，就是自己有没有办法把它换过来。那我们会跟上次一样吗？私が標準語を言う。で、文壇がその日本人が普通が言ってる言葉で言う感じでやりたいと思います。Okay. はい、では一番目。飲んではダメって言ったのに飲んでしまうだから。飲んではダメって言ったのに飲んでしまうんだから。它会变成。飲んじゃダメって言ったのに飲んじゃうんだから。它会变成这样子，就是有那个变化。那这一句例句呢，在下面有个しまうんだから，那个也是我上次有讲到，它是从の变成的，ですよね。前にやったやつだね。そう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 。ごめんね、中国語で言うの忘れた。に。ああ、落としてしまった。ああ、落としてしまった。它会变成。落としちゃった。あ、落としちゃった。俺の方が可愛いな。どういうキャラやねん。で、こんな感じに変わり、で、こんな感じに変わります。やっぱイメージ変わりますよね。なんかその標準語だとしたらちょっと硬い感じがする。あまり友達とはそういうやり方、そういう言い方がしない。ね、落としてしまったとか言わないよね。なんか遠く感じる。遠く感じます。なので私もあまり文壇と話してる時にデスマスは使わないんです。でもただ動画を撮ってるだけでなんかやっぱり視聴者に対してデスマスを言います。はい、次の例いきます。3番目です。ほらテストですから人に教えてもらってはダメですよ。
ほら、テストですから、人に教えてもらってはダメですよ。它会变成。ほら、テストですから、人に教えてもらっちゃダメですよ。テストですから、人に教えてもらっちゃダメですよ。わかりました。で、こんな感じです。でも、はい、次行きます。4番目です。くれるって言うんだから、早くもらってしまいなよ。くれるって言うんだから、早くもらってしまいなよ。会变成。くれるって言うんだから、もらっちゃいなよ。くれるって言うんだから、もらっちゃうなよ。これよく言うね。よく言う、何々しちゃいなよみたいな。うん。他の例は？例えば。やっちゃいなよ。とか。うん。いやもうそこ行っちゃえよお前みたいな。うん。そんな感じ使うかな。男の方が使ってます、ね。よく使う。もう男しかほぼ使わないんじゃない？女の子は使わないんだ。あんま使わないね。確かにちょっと乱暴なイメージがあります。でも女子高生とかで、例えば、女子高生が男子高生に向かって、うん、告白しちゃいなよみたいな、女の子同士で、うん、対象の男の子に勇気を出そうって感じで、そうそう、いっちゃいなよ、いっちゃいなよみたいな、そんな感じで言うときに使いますね。漫画で結構ありそうです、ね、あるある。次の子ではちょっと前のあれちょっと混ざってるから皆さんもやってみてください。やらなければならないのだったらやってしまった方がいいよ。やらなければならないのだったらやってしまった方がいいよ。它会变成。やんなきゃならないんだったらやっちゃった方がいいよ。やんなきゃならないんだったらやっちゃった方がいいよ。日本語難しいですよね。はい、6、最後一個、最後の一つです。知ってればいいってものではないでしょう。知ってればいいってものではないでしょう。它会变成。知ってりゃいいってもんじゃないでしょう。知ってりゃいいってもんじゃないでしょう。あんま難しい、また。そうだね、どういう意味ですか。知ってるだけでいいと思ってんじゃないよみたいな、そんな感じ。先生が言ってるで感じ。そう、まあ、例えば、物事を知ってるだけじゃなくて、もうちゃんと身になるような感じにならないとダメだよ、みたいな。今回の動画は前1よりちょっと難しくなったんですよね。いや難しかったね、2は。意外と俺でも詰まっちゃった。まあこの動画をきっかけにね、皆様にどんどん知っていってもらって、日常的に使ってほしいなって思います。はい。私他また文段と、私と文段はまた他の発音のやつがまとめたので、また次の動画を楽しみにしてください。頑張ってます。はい。好，那如果说你喜欢我们的影片的话呢，麻烦你帮我们按个赞，然后留言告诉我们，让我们知道。那当然就是如果你有想要就是问我们的问题的话，也都欢迎在留言处那边告诉我们。那也不要忘记订阅我们的频道，然后开启小铃铛，会寄送最新的通知到你那边哦。那我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜 ，See you next time， 拜拜。待て、これ、なんか、もう一緒じゃない。またこっちより。オッケー、終わる。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画、こちらです。